ミサイルが発射されても爆発しなきゃいいのよ。大丈夫、きっとまだできることあるわ。多分ね。最後の一言が最も力強かったな。でかかったよ。それじゃあ行ってみようか。ネズミさんいるね。思わずミサイルに取り付いてきてしまったが、本当にこれでよかったんだろうか。大丈夫、要はこいつの爆発を止めればいいわけだからね。迷い込んだネズミくんのためにも止めましょうよ。こんなところどうやって迷い込んだの。確かに、まあ、いるってことはなんか使うのかな。このミサイルの爆発の仕組み知ってる？いや思い出せない。さすがはケイさんだな。まあね、私漫画で読んだことあるから。漫画でミサイルが着弾すると先っぽの新艦が押されるの。すると新艦は起爆装置を作動させるわけ。起爆装置、つまりあの赤いボタンだな。それでそいつを止めるためにはどうすればいい？それは漫画には書いてなかったな。さすがケイさんだな。そう、ということで、ジョイントは？あー、ネズミさんがいてっていう感じなのか。形からしてこいつがハマっちゃえば、そういうことだよね。ミサイルの瞬間を固定することができそう。それはつまりどういうことだろうか。それはつまり爆発を止められるかもってこと。確かに私には細かい理屈わからないが、なんとなくはめ込みたくなる形であるな。でもそのためにはどこから見ても邪魔なものが挟まってるな。ネズミさんをどこかに移動させるんだよな。つまりこれはどうやら重りみたいね。重り、まあブンブン回っていた目障りな黒いやつか。回転することでミサイルのバランスを取ってるみたい。ということはかなり重いんじゃないかな。重さか何かに使えるだろうか。そうだな、そろそろ時間よ。このままじゃ私たち潜水艦を吹っ飛ばしちゃう。参ったな。早く安全装置を、起爆装置を止めるの。多分このジャイロをうまく使ってネズミさん移動させて仕上げのジョイントなのかな。多分理屈的にはそうなのかな。どう？ちょっとバランスがこれでずれたんじゃない？オッケーオッケー。よし、小動物を染み出してやったぞ。ミサイルを回転するとは重い重りだったね。とにかく今のうちに安全装置を使うの。なあ、分かってる。よし、これでジョイントで大丈夫だよな。よし、行きましょう。よし、安全装置を耐え込んでやったぞ。やったね、これで爆発は止まるはずよ。ただなんだ、ミサイルの命中だけは避けられないけど。なんだと、
やはりミサイルは命中してしまったようだが、なんとか潜水艦は無事だったのかな。みんなの運命は変わった。多分ネズミくんもセルやったわね。もうショックですね。どうしたの、浮かない顔して。ミサイルの爆発は防ぐことができたが、結局潜水艦に穴を開けてしまったようだ。そうね、それはやっぱりミサイルとしての意地みたいなもんですもん。なんだ、どっから声が聞こえたような。とにかく一刻も早く現在に戻った方がよさそうだ。そうね、カノンのことが心配だし。死は食い止めたものの完全に消えたわけではなかった。それはゆっくりと、しかし確実にこの部屋を満たそうとしていた。まずいな、ミサイルが突き破ったところから水が侵入してる。ここにいては危険だ。リンネと合流しないと。さあ、ということで、これは普通に移動していけばいいのかな。ノーマルファン、3つの機械に1つずつファンが取り付けられてる。よく見ると機械のファンのサイズは2種類あるようだ。起動装置かな。真っ暗になったが、この機械はまだ生きてる。残念ながら長い時間動くのは無理のようだな。この動きを使って道を作るとしようか。そう、ということで、とりあえず起動でこの辺いようか。で、歯車いける。どうかな、結構来られましたね今。お姉ちゃん、カノン気がついたのね。大丈夫、ごめんねお姉ちゃん。カノン、お姉ちゃんに銃を。いいの、あれはあなたじゃなかったんだから。カノン様、な、ミサイルもいてくれたんだね。なんとまあ置いてほしい。リン様どうしましょう。早くこっから出ないとね。これ以上浸水しないうちに。もうすぐセルもここへ来るはずよ。セルちゃん来てくれるんだね。ミサイルちゃんもここにいますもん。よかった、みんな一緒だね。カノン、カノン様、私こっから脱出してるわ。何としても。いいな、僕泣いちゃいます。彼の場合正しくは泣いちゃいますだが、とにかくリンネに合図を送ってみよう。手遅れにならないうちに。脱出してるわとかっこよく決めたんやけど、暗くてよく見えないよ。もう困ったな、いきなり口か。私への当てつけにも聞こえる。合図してみよう。えい、あのハンドライト、セルだ、来てくれたんだね。セル、よかった、待たせてしまったようだな。このままではじきにここは水で閉ざせるだろう。早くあの扉から脱出しないと。それがダメなの、この扉は水圧でもう開かなくなってるわ。マジか、なんだって。なんだろうか、その水圧というのは。お水の力と覚えておくといいわ。海水はどんどん上に上ってくる。だから
こっから脱出するには上へ向かうしかない。そういうことね。わかった、上へ向かう道を探さしよう。上に行くんだな。あのはしごをなんとか下ろせないかな。そうだな、やってみよう。あ、それからここだけの話だけど、なんだろうか、私泳げないのよね、すでにカノンも。この状況にプラスになる情報はないんだろうか。考えておくね、とりあえず急いでくれる。やばいな。急がねばやばそうなやつだな、これ。どこかにはしごを下ろすスイッチがあると思うの。潜水艦を作った人がはしごの長さを間違えてない限りは。その発想なかったな。あとこれだけは言っておかないと。私泳げないから、すでにカノンも。それはさっき聞いた。この辺はハンドル。なんかないかな。レバーか。オッケーオッケー、割と早かったね。やったね、スレン、ありがとう。何今の。どうも浸水以外に何かが進行中のようだな。セル、ハンドライトが消えちゃったじゃないよ。私に怒られて困るな。なんか接触が良くないみたいだね。ねえ、ちょっとあなたの力でつけてみてよ。下の力が便利に使われてるな。私ね、こう見えて苦手なの、暗いところが。それは初めて聞いたな。それに私泳げないの、もちろんカノンも。それはもう聞いたな。リンネの手にしてるハンドライト、私の力でつけられないだろうか。いけるか。まあいけるんだな。おお、さすが。もしかしたら死ぬ前電気屋さんだったとか。適当なこと言わないでもらいたいな。これであとは、あの扉まで行けば脱出は無事成功と。やばいな。一体今度は何？潜水艦が気まぐれに立ち上がったようだな。よく無事だったね、私たち。よっぽど運がいいのか、本当は死んでるのに気づいてないのか。こうじゃないだろう。おー、そうきますか。どうするのよ。スイのやつ、これ見逃しに上がってきたじゃない。とにかく上だ、てっぺんまで行くしかない。下の力で何とかするな。さあ、ということで頑張っていきましょう。あんなところに見覚えのある炎が。あ、セルさんじゃないですか、ミサイル君だ。どうですか最近。どうと言われても困るが、それなりに苦労してる。この危険な状況、あんたにわかるな。もちろんですもん、何しろこの僕ごとミサイル、お風呂嫌いで有名ですし、どうやら溺れかけたことがあるようだな。では二人のために道を作るとしようか。やりますとも。さあ、ということでちょっとね、休憩挟みまして再開していこうかなと思います。そうだな、ミサイルくんでいいんじゃないかな。パイプいけるね。パイプだったり、こっち方面いける。シャフト、ノーマルファン。
あー、取り替えいけるんだ。ノーマルファンと、ノーマルファン。でもこっちからもいけるね。ラージファンが一番上にあるのか。でここも変えることができるね。でスモールファンがここにある。ここもいける。で、ここもいけんのか。待てよ。ラージは下の方がいいのかな。で、ちょっと一回お話しますか。さあ、セルさんどうしますか。さあ、一休みして張り切りすぎの小動物がいるな。リンネが上に登るための道を作る。それも急るな。そのためには浮かせるものを探して動かし倒す。いっそこの潜水艦ごと動かし倒しちゃいましょうよ。それができれば苦労はない。とにかく僕の力はうずうずしてるの忘れなく。そう、ということで上に逃げるって言ってもカノンを連れてくの無理よ。なあ、分かってる。なんとかして道を作ろう。水位は止まってくれない。お願いだから早くね。なあ、そうだ、もしかしたらもう行ったかもしれないけど、君は泳げない。すでに小さなレディーもな。いやあ、面目ない。それじゃあお願いね。そう、シセルさんはでも一回この辺に行ってもらうか。ここからはいけないのね。これで届くか。変圧装置、起動装置。さあ、これどうだ。すごいじゃない、立派な階段だったよ。急ごう、水はおそらく待ってくれない。の、これ順番良かったんでは。ラージノーマル、スモール、下から順に。今度は蒸気を熱くて進めないわ。これなんだって。他に回り道はできない。何とかしてくれる。いい、もうしゃいますもん。やるしかないな。そう、ということで、ただこっから移動できないよな。起動装置もう一回やるとどうなる。移動中に移動はできる。いけるね。オッケーオッケー。うまいことこの間に移動する感じかな。
まだいけるよね。歯車、ピストン、消火器いけないかな、これ。オッケーオッケー、取れた。いやー、それにしてもやってくれるね、水のやつ。何がな？さっきまでは体の芯まで冷たく冷やしてくれちゃって、今度は鼻面がとろけるほど熱い蒸気を吹きつけちゃって、ブーツもコートもぐっしょり、歩くとダクダク音がするし、水目、そんなフラチネンス僕が飲み干してやりますもん。やめときなさい、ミサイルしょっぱいから。なんだか愚痴っぽくなってきたな。わかったわかった、すぐなんだかする。さあ、ということでハンドルまでいけたね。一回ミサイルくんにするか。パイプがいける。あー、そういうことか、入れ替えが可能。一回見るか。やべやべやべ、また上がってきたよ、炭のやつが。なあ、僕が飲み干してやりたいです。塩辛いから飲んじゃダメよ。それ以前に死んでいて飲めないわけだが、とにかく早くこの蒸気なんとかしてね。このボッコとミサイルにお任せください。ありがとうミサイル。ねえ、待てよ、どうするどうする。手袋あんだけど。上に電話ある、扉がある。パイプ同士の入れ替えはできそうなんだよね。ただまあちょっと気になったのは、この上2つは下方向にしか蒸気が出てない。多分それをうまく使うんだろうな。ってなると、ここ変えちゃっていい。見てください、パイプを取り返したら蒸気の吹き出し方が変わったようだ。ひびの形、パイプごとに違うからね。パイプによって蒸気の吹き出し方が違う。こいつは使えるかもしれないな。そういうことだよね。これでうまいこと道が作れないか。で、今度はこっちから回って、ここを変えられないか。はい、どうでしょう。って思ったけど、この位置がってところだな。やばいっすねやばいっすね。腰が痛くなってきた。うわ、やば、マジか。少し熱い湯気くらい我慢できないのか。いやいや、湯気なんて生ぬるい白もんじゃないのよ。とにかくここはミサイル、あんたらの出番のようだ。きっと僕だけの力では何か足りない気がしますけど。あー、こっからなんだ、優しいね。ただパイプ同士の切り替えなんだろうな、取り替えね。ここはいいと思うんですよね。ただ
で、セルさんでこっからなんかできないかな。ハンドル。さあ、これどうだ。おお、やった。厄介な霧が晴れたわ。あともう少しだ。前進むんだ。よーし、なんとかなった。もうちょいか。扉あそこだよね。見て、あの扉まで取り付ければこっから脱出できるわ。って、どうやって取り付けてのよ。私に怒鳴られても困るが。怒鳴るだな。このミサイルどうぞ。ミサイル。そんなけなげなこと言われたら取れないじゃない。怒鳴られた。さあ、リンネ様を持ち上げる何かを探しましょう。ああ、リンネ様を気持ちよく持ち上げてあげるとしよう。ちょっとそこ皮肉っぽいぞ。さあ、ということで、まだ綺麗な目で簡単に言ってくれた。リンネを天井の扉まで持ち上げる。使えそうなものを探してみよう。急いで。一回ミサイル君移動してもらうか。で、シセルさんで、手袋いけるね。配電盤、レバー、ヒューズボックス、これか？えい。そうそう、これ、こんなの待っていたのよね。よし、ということで、これで、どうだ、どうだ。めっちゃギリギリだな。ダメ、無理、やって早く。お願いするならもう少し真心を込めるべきだな。そう、では行きましょうか。これでどうだ。ダメだ、ハンドルが硬くて回すことができない。そんな、こっちだ。おお、これは助かったのか。今私の目の前で何が起こったんだろうか。リンネとレディは消失して、ここには海と闇だけが取り残された。私たちが沈んでいく海は果てしなく深い。しかし今は少しでも上を見て進むとしよう。この深い闇の底で真実を照らす一条の光を目撃するために。さあ、ということで、ここまでが第16章みたいですね。もうちょいな感じあるよね。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。